第18期女流オーカー A リーグ実況の鳥谷幸則でございます。解説は現女流オーカー白金咲プロです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは対局の準備ができているようです。第18期女流オーカー A リーグ第2節 A 卓2回戦東杯の開始です。立ち合いに広柴田の合図によって対局が開始されました。さあ2回戦、ちいちゃから東、なんちゃ北条、シャーチャ、あ、すいませんね、17期と言いそうになってまして、ちょっとね、大岡様の壺に入ってしまったようです。シャーチャ山脇、そしてペーチャ中田の並びとなっております。トン一曲ドラ言いそう。第18期女流オーカー A リーグ第2節 A 卓2回戦をお届けしております。繰り返します。18期ですいいんですか、はい、それ大丈夫なんですか。あ、大丈夫です。あ、よかったです。別にわざと間違ってるわけではございませんので。さあここでね、パーフェクト実況であった私とはお別れということになります。そうですね、パーフェクトトリアとはお別れです、はい、長く持った方です。そうですね。さあ2回戦ハイパイ見ていきましょう。東は、いや、どうでしょう、うん、厚重なって北条さんがね、苦しいですよね、はい、やっぱりここもやっぱかなさんがいいから、はい、で北条さん手がなかなか、時間がかかればまとまりそうなんですけど、うん、先手取れなそうな感じがしますね。ただ7節プラスプレーオフなんで、はい、まだ今日終わっても3分の1終わってないって考えると、うん、はい、うん、まあ多少マイナスしてもこう挽回できるチャンスはまだまだあるという、はい、第2節ですね、はい、ということになります。ドラの雀荘は、はい、まだ1枚だけですね。山に3枚欲しいですね、北条さんも。そうですね、関連層の多発を持っているのが2人、山脇はペン、まあ、ペン三層、関三層、ウーソーを切ってスーソーから入ります。関連層の天杯一旦取ります、東が初を仕掛けてイーシャンテン親です。親番なんで不自然に進めていきたい、はい、私も泣きます。中田どうしますか。あ、三面茶になったが不利点、ここは闇点としました。4枚目の9ピン、ただ形としてはあまり、もうこっち、そう、ウーソーも打ってて、はい、3、いや、でも3、4、5そのままダイレクトで、そうだね、はい、3、4、5の3色になったらめちゃくちゃ嬉しい、うん、で山脇さんの欲しい3層は2枚、はい、ありますか。ありますね、はい、手に2枚使われてまだ場には出ていない、さらに良くなる、はい、あっさりかなさんが積もるかな。リャンウーパーソーの振り点テンパ入れている中田です。北条さんもだいぶ受けてますよね。さあ関三層リャン、サブローソー、ここはタンヤオピンフのサブローソー、手代わりで3色もあります。山脇老僧のツモ、タンヤオツモ、ピンフ、700、1300、静かな立ち上がりです、はい、山脇が上がってトン2曲、親は北条、
ドラはスーピンです。親の北条のハイパイメンツはありません。山脇大吉もがドラのスーピン、中田もメンツはなし。おや、みんな揃って1メンツもないですね。みんな揃って1メンツもない、はい、4人のハイパイ合わせて3層、はい、お、3層結構本一意識しましたね。意識してますね。親番でチューン重なったから、ここはピンズでと思いましたが、はい、今ペイを選んだのは、まあ、1枚切れたペイですが、ペイ重なぎよりもでもまあどっちもってまだ、うん、これここで初親番なんで、やっぱりその、はい、なんだろう、安くてもいいから連チャンはしたいですよね。まずはそうですね、親だと打点ももちろん欲しいですが、打点ももちろん欲しいです。公式ルールやっぱ連チャンするとすごくリードを取りやすいようなイメージがありますが、うん、痛くない、みんな結構重たいで形がね整ってる人がいないので、はいはい、時間がかかってくれば北条さんもチャンスが生まれそうですよね。チューンはもう泣くとは思うんですが、はい、終盤になってもいいから高い手を作ってくるという特徴がありそうです。北条、うん、ね、1回戦でも、はい、チートイツのイーシャンテンからウソをトイツ落とししてメンホンチートイで、はい、うん、テンパってくるという、もう決まれば本当にギョッとする場面を準備していました、はい、どうやらそのようなこのなんですかね、色が強いというか、打点を作ってくるにはちょっとの遠回りは辞さないぞと、うんうん、そういったスタンスのようです。東は、うん、どうしますか、これチートイツにするのかっていうところです。私をチートイツにしました。は一歩進んでイーシャンテン、チートイツ、アズマはチートイツを選択しています。あのチートイツ勇気いりますよね。いや、そうですね、なんかこう面単品な感じを思いつつ手を作っていると、うん、チートイツが一番早いじゃんっていうあの形、チュンがなかなか出てこないですね。北条のチューン欲しい、カナさんが持ってるのか。チートイツ1本っていうわけではまだないんですかね、両方見つつというところですか、はい、チートイツに決めちゃうんだったらトン残すがあったんで、はい、チューンが今出た、北条がポン、白を切って目いっぱい、いいシャンテンです。山脇はあんこにくっつくローソー、うん、来ましたね、関数層が入って中田イーシャンテン、さらに形は良くなりました、はい、中田はドラのメンツを埋めたいところ、これはチーが入る、ただパーソーどうするか、アズマ、ドン、あ、チーマンドーナ、シマちゃんの親がチューンを仕掛けています。今手出しの急走入ったんで、はい、ソーズの上の部分持ってるか、はい、やっぱ関連してる範囲だから、パーソーがもうドンか泣かれるってい う、はい、判断ですか、はい、だって比較的安全に切れそうなマンズを選択しましたね、ということで76と、うん、払っています。ドラ、ここでやってきたドラのスーピン、山脇がウーソを泣けてタンヤオのテンパイはタンヤオドラ1リャンウーピンです。リャンウーピン
最近も枚数はなかなかない世界ですね。なかなかない世界。ウーピン1枚だけですか、どうでしょうか。ウーピン1枚だけのような気がしますね。はい、東は親を見ながら、うん、間もなく北条天杯はこれは無理か。まだまだ分かんない。これかなさん地位入るんじゃないですか。中田の、はい、地位が入る。中田も天杯を取る。東は地位統一は天杯しませんでした。北条天杯入るか。うーん、入ってる。456、すいません、入ってましたね。ウーピンチーピン、これすいません、見落としてました。本当ですね。はい、びっくりした、失礼しました。天杯入ってました、失礼しました。助け合いできなかった。はい。そして今今上がりですか、すみません、少し手元の資料、重大な、かなさんが、背底ドライチ、背底ドライチで、はい、上がりが出て曲が進みましたね。はい、はい、失礼しました。はい、これでトン3曲、ドラローマンです。とりあえず今までお疲れ様でした、お疲れ様でしたみたいなこと、すみません、失礼しました。見てる間に瞬間で終わってしまいました。早かったんでね。そうです、ちょっと、はい、やらかしましたね、はい。パーフェクトトリアが終わった瞬間にこれですから、はい、今日も普段のトリアさんでお届けしたいです。パーフェクトトリアか普段のトリアかっていう2個しかないもん。かなさん展開もありますよね、はい、向いてる。いや、そうですね、今、はい、背底の上がりが出たところです、うん。いや、本当にみんな早い。そうなんです、非常にね、はい、はい、スピーディーに。あ、山明さんドラドラになりましたよ。中田今回も悪くないですね。うん、北条さんも形、はい、ペン3ピン、あ、3ピン入る。お、あらららららら、いい。そう、なんかここでやっぱウーソーとか切らないところがいいですよね。あのドラドラなんで、はい、あのまっすぐまずリーチって向かいたいところなんですけど、はい、ドラドラだから上がりたい、いい形を作ろうってことですか。いい形作りたい。だからウーソーよりもペン三層を外す、はい、山脇と、まあ単野王への移行も考えて、うん、マンズの部分がインマン切ってね、焦らずという。そうです、急がば回れです。うん、私も結構言い聞かせてやってる時あります、はい、あ、自分に言い聞かせる、はい、急がば回れって。さあ北条はまっすぐ天杯を取って即リーチ、ロー9万、高めはドラのローマン。皆さんこれどうするかな。行かない、うん、行かない。なると山脇さんにチャンスが。山脇はう、ん、数ピン、はい、ここでイーマン切ってペン3層残ってるよりもこっちの方が戦いやすい。はい、9万のつも上がりです。リーチつも500銭。山脇ドラドラのチャンスでしたが、うん、天杯とまでは、うん、はい、来ませんでした。北条の角上がりです。さあ2回戦早い展開ですね。4局でトン4局まで来ています。親は中田、ドラ3万。確かに早い打ち手が揃った感がありますが、ここまで早くなるもんなんですね。そうですね。あら、あっと
後輩パイ、これは打点が見える、そして大吉もがドラのペン3万、嬉しい嬉しいですよね。ネックが早々に埋まる、中谷もペンチーマンがやってくる、皆さんはチューン仕掛けていくんじゃないですか。相当本一部見てるんじゃないかな、はい、ウーピンからいって、まあはい、チャンタと本一ですね、はい、東も打点が見えてるだけに、これは東じゃない、中田ですね、失礼しました、まあ、北条さんと田野さんが打点を見ながらの進行になってますね、はい、今親ははい、初も重なった、親はかなさんですかね、はい、はい、いやでもこれもリーチですね、シャーチャなので、はい、北条さん今シャーチャです、急走、はい、一発キャッチです山脇、本当はパーソーが良かったけれど、いやーパーソーは良かった、パーソーが良かったですよ、パーソー良かったけど、パーソーだと1枚切れてるし、こっちの方がむしろシャアの出上がりも考えると良かったかもしれない、はい、そうですね、ドラもありますし、うん、山脇は急走を使える形になってきた、かなさんがもうビュンビュン、中田がなか、リーチなかったことになってますかこれあの川でノータイムで打たれると怖いですよ、はい、あの川の中田が、はい、あ何でも切ってくるブンブンブンこれはラリアットの準備ですね、こう腕が回ってると私は考えていますが、はい、こうやってるんですね、はい、ブン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 当てるぞと、当てるぞ、うわパーソン、もうノータイムすぎる、見てないですよね、はい、多分さあリーチがなかったことになっているぞ、これはこれ嫌なんですよね、はい、本当で脇は下がりますよねこれ、しかもいやいやいや周りから見たらあの捨て牌で、はいはい、ドラ色のなんか入ってますやんと、あそして9万がさあこれは圧力がすごい、さあ北条はこの圧力をかわすことができるか周りもねこうなってくるとシャアも打てなくなってくれますからね、はい、これは初チュンは1枚ずつありますか、中田のあまりにも圧力がすごすぎて、はい、初チュンもね打たれない、脇からは出ないですね、はい、どうだ9番メンチートイイシャンテン、あの時点で白もね切るが結構難しそうなんで、はい、さあ親の中田が激推しです、もう完全にシャーチャのリーチは知りませんと、これドラの3万はまだありますか、3万は1枚使われ、リーチに1枚、そして中田の手に1枚ですね、まだ3万がある、もうまずやめてくれってなりますね北条も、まあ、待ってくださいと、3万とか数万重なったらもう大変ですよ、はい、あ数万重ならない、さあ中田はどこまで行くのか、親番、ここでちょっともう初チュンもみんなもうさすがに打ってくれないですよねって、うん、仕方なしというところでしょうか、そうですね、いやこの10巡ぐらいむちゃくちゃ怖いですねもうすごかったですよね、はい、リーチの北条はもちろん、脇に座っている山脇東ももうちょっとやめてと、何事ですか、はい、やめてくださいと、ああここでシャアになりました、北条の上がり、リーチシャア2006、あドライチですね、5200、いやもうこのリーチがなんか霞んで見えるような中田の推しがありました、上がった北条は5200です、本当にリーチしてる北条さんもだけど、周りが多分めちゃくちゃ怖いから、はい、あれ私リーチしてるよねって今、うん、一瞬北条もその錯覚するような、はい、中田の推しでした、ラリアットは不発となりましたが、与えた脅威はとんでもないものが、はい、ありました、さあ難一曲ドライーマンです、親は東、印象かもしれないけど今のしかも手配が開かなかったから、はい、
かなさんがまだ脳天っていうのは周りの人分かんない。あ、そうですね。シャアもだってそうですね、シャア打つってことはまあなんか天敗入っててっていう思いますよね。思います。はい、あんだけバシバシ来てたんで、家帰ったら分かるんですよ。はい、そうですね。あとで中田がもういいシャンテンでしょうか。5200を打ったけれど、なんかやっぱり今日の主役って感じがしますね、かなさんが。そうですね、存在感はもう、はい、ピカイチです。女流王家においての。そうなんですよ、中田のラリアット何回見たことでしょうか。うん、あのイーマンが東さんが欲しい、北条さんまとまりそうですね。はい、下の3色まで伸びるか。あ、山脇が白のポン、これ2枚目でしたね。1枚目からは泣かない。山脇が2泣きする時代が来ました。2023です。いや本当に引き出しが増えている、うん、そんな印象があります。山明、本来であればね、2枚目、はい、泣いてるから結構押しやすくはなるんですけど、はい、中田が先生、天敗即リーチ、ウーパーマンです。今さん結構スルーからの高打点も最近見せてるんで、はい、の相手から見たときに今座ってる3人はどう見えてるのかは気になりますよね。うん、ちょっといろんな選択肢が増えた分、うんうん、判別しづらくなってますよね。うんうん、さあ3ピン動きました。山脇天敗です。白をポンしています。カンパーピンリーチの筋、ただスパーピンここに3つと北条に1枚順からです。そう簡単には2人からも、あ、これで9ピン待ち、いやここは手からトン、ちょっと変えづらいですよね。短期にしてもちょっとねリーチに飛び込んでしまう可能性があります。はい、馬はロンハイ、東さん勝負の形にしましたね。東対中田となるでしょうか。イーソーの暗冠です。これは嫌だ。嫌ですね。32分、さあリンシャンはありません。これはリンシャンで積もりたかったやつですね。リンシャンは積もりたいですね。捕まってしまった。うわ、さあ使っていく。いやさすがだな。やっぱここでパワーワン、さっき9万切ってるから、はい、もうまっすぐか一回筋のチーマンっていく手は全然あるんですけど、はい、イーソーアンカン入って打点もアップしたっていうことでここでペイの取り落とし、うん、打点が上がったら、はい、ちょっと割その見合ってないと、そうですね、いうところでしょうか。まあ、相手も2人、いやこれはでも打ちたい。うわすごい、打たない打たない打たない、我慢強い。ウーマンだ。これは宝珠になるでしょうか。はい、中田の上がりとなりました。リーチは2370歩ですね。準備してましたね。準備してましたね。さすがに今回は、はい、点数計算は得意ですか。見て、いや得意とかではないんですが、見て人のを言うのがなかなかすごく最初は難しかったです。自分のはこう手配の時は言えるんですけど、何人かこう3人転配分、ね、スッというのが非常に未だに怪しい時はありますが、でも連盟を代表する実況者なので、あ、ちょっともう一回言ってもらっていいですか。連盟を代表する実況者、鳥谷幸典です。はい、今ので満足しても後が話がどうでもくなってしまいましたね。はい、はい、さあ何2曲です。親は北条、ドラは言いそうです。現在は女流王家、現女流王家、女流家を代表する白金咲プロ、そして連盟を代表する実況の鳥谷がお届けしています。
自分で言ってて悲しくなりません？え、なってますか？こういうのはね、人が言って初めて評価が上がるものなので。そうですね。自分から声を大にして言うものではないですからね。そうですね。お気づきでしたか？少し声が小さかったこと。さあ、中田はピンズの一通、東はドラを使ってあわよくば総図で染め上げようというところでしょうか。一満は嬉しいですね。はい、北条もマンズで一通がある。あ、山脇は総図で一通、まあ、みんな一通っぽいですね。一通っぽいですね。みんな一通っぽいぞ。本一だ。本一にします、私。はい、あ、一通です。はい、一通、一通です。あ、これも一通でないです。一通が崩れる可能性が出てきました。ドラ、ドラ、ドラ、これでもう別に本一だったら大体高いぞ。こちらは一通です。あ、でもウーマンが3枚見えてる。あ、もう一通とはお別れしないぞ。しない。これで一通に変えれるが形は悪くなる。うん、そうですね。はい、中田三品を仕掛けます。マンズ全部切ってく戦法ですか。はい、これは一気通貫です。一通ですか。はい、中田がペン三品の仕掛けを入れました。これはさすがに、はい、イーマンですね。はい、はい、一通ではありません。今回こちらも一通ではありません。私は一通です。こちらは一通です。はい、珍しいですね。ちょっとみんなが一通貫目の。さあ、北条は換算マン単ヤオの天杯が入りました。あ、ね、山脇ピンフドラ、あ、ピンフの、ピンフの、はい、天杯でドラが出ていきました。東がドラのポン、目まぐるしく速いスピードで、そうなんです、はい、対局が進んでいます。目まぐるしく、はい、目まぐるしくよりも、ドラドラの方を克服されたかどうかは確認しておりません。結構克服しましたよ。あ、そうなんですね。はい、でも確かに違和感ないですよね。ちょっと前回よりも、はい、違和感が減っています。ここで3万がつもぎりで放たれました。マンズが安い場になっていました。北条の上がり、単野を親で2000点。初の連チャンですか。そうですね、2回戦初の連チャンとなります。北条上がって難2局1本場です。ドラはチュン、北条のハイパイはマンズで一メンツ、なんちゃは山脇、ダブナンが、ダブナン、そうですね、ダブナンですまあね、あの、間違ったらどうしようイップスになっています。自分を疑い始めてるじゃないですか。そうですね、 今私麻雀したらめちゃくちゃ弱いですよ。これでいいのか、はい、行く行かないですぐね打ってきますから。中田はどうやらピンズに進みそう、うん、東の難はしばらく出なそう。さあ、チュンも重なってチャンタになるか、チャンタになるか、はい、一旦ここはシャー、難がね、時間がかかりそう、はい、ですね、出るまで。トンからは泣くかな、あの形だったら。あ、いらない方の6、9の方が欲しかったところですが、そうなんです。9からね、9というか、はい、だったらトンも仕掛けやすかったんですけど、6が入ってしまうとトンから動きづらい。トンを動くと、まあ、チュンはもちろんドラですが、何も出てこなくなる。今までの山脇さんだったら、はい、トンポンで周りの人も何打ってくれ、あ、でも急走から行きましたね、はい、山脇は急走から。まあ、必ずどれかで役がつくので、はい、全部泣いてく。何もチュンも、はい、何チュンどっちか、まあ、どっちかあればっていうとこですね。そうです、どっちかあれば、どっちもね、全部ネックだから、はい、ダブ何もチュンも、じゃあもう急走から行きましょうっていう感じですかね。
さ、何トンはここ、何はここ、チュンはチュンがね、山に2枚いるんです。わかりまでありますね、トンチュン。これトンチュンってこうひょいひょいと引いてくるパターンありますもんね。あります。その前に北条さんが転廃するかどうか、はいはい、その間にチュンとか持ってきちゃうともうちょっと打てなくなっちゃうんで、うん、そうすると上がりは厳しそうですけど。おお、さあ北条動きました。数層四五郎で地位です。へえ、三差で地位じゃないんですね。ねえ、そうですよね、はい、四五郎で地位です。おえあれか、東は何短期まで想定しているか、はたまたでも何はいらない、ただ打たないんです、この何が出ないんです。何が出ないんですよ、東、ね、東のこの薬杯絞りが本当に効いている時っていうのがよくこの女流王家では見られますが、本当に打たないんですよね、はい、この何多分もうずっと出ないですよね。だって3万ですよ、はい。さあその何一個で今苦しんでいる山脇、うん、中田からも出ません。そうですね、ラリアットの方が守るとこれまたしっかり守るんです。守備が硬いんですよ、あのラリアットって言われるんで、攻撃にすごく重視される、はい、カナさんも、はい、ちょっと意識はみんなそっち行きますよね。そう行くんですけど守備も硬いんですよ、はい、あーチュンここ、これは山脇に対する包囲網が嫌に近いですね。まあ、たまたま自分の手がねこういかない手になったというのもありますが、うんうんうん、ただ中田の手はなんか場合によってはいっても、ただペンの統一落とししてますからね、はい、良さそうなところなんですが、このピントが合うのが非常に恐ろしいところです。うん、まあ、急走から動いたから薬杯は絞りやすいというのはもちろんあるとは思うんですが、ありますよね、まあ、ドラもチュンですし、はい、それにしてもですよ、1枚ぐらいは切りたくなる、はい、そう思うんです、はい、切らないんです。なんだか自分の麻雀が間違っていたと教えていただけているような。北条の場合どうだ、これはどうだ、いやこれはドラ打てない、テンパってもいない、まあ、浮いてる親です、無理はしないというところ。そうですね、ここですごい高いのを補充しちゃうと、はい、今北条さんからしたらこの点数ってすごくありがたいですもんね、うん、これはもう上がりがなくなりましたね。まあ、なくはないですけど、まあ、そうですね、出上がりしかね、そう出上がりしかなくなりましたね。北条も数層両面で仕掛けた上で、あ、どうします、ただロンまでありますよね、ないですか、どうでしょうか。あの後つもぎりロンピン手出し入って、はい、いやロン、ただ385です。やはりここはチュンを打つ価値は安全策ですね、はい、なかったと思われます。多分相当脳線じゃないかとは思ってると思うんですよ、はい、うん、ここは4人脳天で流局です。4人脳天は本日初、2回戦の流局も初ですねかなとは思ってると思うんですが、はい、それでもやっぱ打って打ったら嫌ですからね、致命傷ですから。さあ流局しまして南三局二本場となりました。親は山脇、ドラはチュンです。ん、連続でチュンですね。さあ山脇のハイパイはどうだ、白があんこで入りました。あードラが統一で入ってる、なんちゃ中田、なんとにイーシャンテンですね。めちゃくちゃいい、はい、シャーチ東シャーが統一、北条は国士のようなハイパイです。かなさん対山脇さん、はい、山脇戦える手ではありますが、なんとなんちゃが早い、シャーチャにシャーも入っているという 2,3,4 の3色あります。はい、山脇は現在4着目、これは中田も東もやらせたくない親ということになってしまうでしょうか。
やっぱ急がま回れイーマンギャンマン行きますね。はい、今急がま回れと言ったように聞こえましたがいかがでしょうか。急がば回れ。はい。山脇イーシャン店。ドラドラの中田。ただ塩谷さんの、はい、ドラドラってあえて今日言ってない気がするんですけど、その意識はしてなかったです。あ、仕掛けました、ね。あ、天敗です。パクアンコでウーパーソー、わー、パーソーが流れてきた。ただ縦を見ていたか、いや、ここで、いやいや、まだ両方ですよね。両方見てますか。チュンのポン、はたまたチートイツもありますし、その上、その上、トイトイ、三アンコー、数アンコーというのも見ているでしょうか。上の山脇がウーマンのポンを入れてウーパーソーのテンパイを入れています。王さんはドラがチュンで自分が1枚、ちょっと親の仕掛けを受けてどうするか、戦えなさそう。ああ、ローソーがお帰りだった。このローソーを捉えるのはどちらにせよ難しいんで、うん、はい、でもチートイツ決めますじゃないと無理なんで、はい、あんなものは痛くないと。でもね、場合によってはあのパーソーも補充になってるかもしれないし、はい、これウーパーソーはまだ5枚いるので。そんなにいるんですか。パーソー1ウーソー4という、あら、こっちにパーソー来るかも。そしてチュンも山にまだ1枚あります。誰の元に行くのか。北条なんかゆっくり整ってきましたね。ゆっくり北条チュンあたり重なったらもう行く手になっちゃいますが。そうですね、チートイツなのかって思っちゃいますよね。 ああいうの、はい、東は手が進んだ。中田3万ポンとかありますかね。どうでしょうか。3万ポン数層もなかなきゃいけないんで難しいですかね。あ、チートイスの天敗、ドラドラ含みです。両万短期、今は東さんから打たれることないですが、はい、次もう変わりますもんね。大体2枚切れですね。両万2枚切れなので、嘘の角上がり、山脇がなんとかこう連チャンを決めた、そんな状況です。はい、700オールの日本馬ですね。900オール。めっちゃ遅かった今。あ、はい、今ちょっと何かガチャってなったので、あ、なるほどなるほど。なんか、はい、分かんなかったわけではないんです。あ、分かんなかったわけではない。分かんなかったわけではないんです。ただ一瞬またね、間違ったらどうしようイップスになってました。さあ、山木連ちゃんです。南三曲三本馬となります。ドラリアンピン。ハクトントイツ、キューピンからなんちゃ中田はメンツはありません。またシャートイツ、シャーチャでシャーがトイツ、アズマちゃんと方面向かいつつ、はい、ただシャーはシャーがもちもちですね。サトンを動いた、うんうん、山脇ハクも動いちゃいますか。どうでしょうか、はい、ちょっと守備力が下がりますが親です。守備力今いらないですってことですね、はい、今はもうとにかく攻める場面、はい、ほらほら、あ、ドラドラになった、動いて大正解。ただシャアがもちもちなだけに、はい、松間さんは苦しいけど、キューピン来たら三色ちゃんた、はい、両方、あ、これイーソーポンできる、これイーソー出ますね、はい、さやまあきトンに続いてイーソーのポン来ましたね。これはいつもの山脇が、まあ、泣くのがね自然ですけどね今回のトンは。あ、なるほど、確かに、はい、はい、この状況ならまあ連チャンは必死となれば、はい、必ず連チャンに至りたいわけです。さあ
石。かなさんが来ます。これハクとリャンピン打てないとなると、ハクとリャンピンは打てないですね。あ、急走に手がかかるし、なんかこう、ね、手拍子で打ってしまう人もたくさんいると思うんですが、こういう牌はもう必ず止まるんです。そうで、その間に来るかなさん、はい、なんか2人でなんか卓を支配してるんです。いや、そうなんですよね、この支配力。後ろで見てると分かるんですけどね前で見てると全然分かんないですよね。かなさん、チーソー切ったとこ難しい選択、はい、ですよね。パスが良さそうだから決めたのかな。あー、これで天敗、うまい、ピンフの天敗、うまい。山脇さん、あなたにはやらせませんわよと。本当にそう、そんなウーパーソー天敗が入っています、はい、これかわ、おー、この切り方なんか一手代わり3色もついちゃいそうですね。チーマン引けば今回すごい闇天にしそうじゃないですか、はい、3色になっても。いや、そうですね。 なぜなら目標は山脇の親を落とすことということでよろしいでしょうか。はい、そうだと思います。もう浅間さんもやっぱ守備が固いからこれやられるときついですよね。あ、すごい、さあ泣けました。トンハクドラドラ天敗です。出上がり12,000。カノさんはもうロー9万、ロー9万対ウーパーソー、ただウーパーソー打ってくださいと、親の無筋は打たれない、はい、もう親の現物打ってください、私ハク打ちましたよねと。ただここででも幻影もあるんですよ、あのカナさんだから。なるほど、高いんじゃないか、高いんじゃないっていう幻も見えちゃうんですよ、はい、私たちには。見えます、はい、あの今言われて私も気づきました。北条がここでパーソー、中田の上がりとなりました。ピンフ線は3本場で1900、今会話してるみたいでしたね。いや、そうですね、これっていう、北条からこれでしょっていうような、うん、こういうところやっぱり北条さんのすごい細かいところですけど、はい、あの分かりましたと、はい、これですって、はい、親に当たらず、しかもね、中田に通っていないところで、そう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 、あれ、あれ、なんですか、この辺めちゃくちゃいい、え、3色できそう、パーマンで3色できちゃいますよ今ね、話が止まるぐらい高ハイパイが中田に入っていました。南4局ドラウーソーです。親は中田。いや、確かにそのさっきの会話、パイでの会話、もちろんあのめくばせとかもしてませんし、してない、してない、もう当然してないです、はい、これなんていう、そんなね、そんなめくばせ会話じゃないんですよ、本当にあのパイで会話というか。いや、すごい、トップ目の北条がだってね、そうそうそう、はい、本当は打つの嫌なんですよ、はい、でも親にやられるよりはっていうところで利害も一致している、うん、はい、中田の利害もそのね、親をやらせたくない意図が伝わる、はい、それで放たれたパーソーという、あれを止めてしまうと親が4000オール。そうなんですよ、カナさん多分相当闇天になりそうだけどな、私の予想では、はい、今言ったことと一緒で、まあ、自分も高打点ですけど、はい、やっぱりあれ止められちゃう方がきついですからね。はい、そうですね、接戦のオーラスじゃないですか。はい、山脇が初を仕掛けています。あれ、かなさん天敗ですか。中田は、カンチーソーでタンヤオイーペーコー、はい、本一へ、本一に行きたい山脇、初を仕掛けています。2000点で、はい、2000点で浮く、なんと役々本一もまだある。でも中田は天敗してますので、はい、私二手代わりヤンペーコーです。二手代わりはもう変わらないそんなことないですよ。でもこの前変わってましたね。あの稀にあるんですが、稀にあるんです。やっぱり稀、似て代わりはやっぱりね、なかなか。そうそうし、あ、これでちょっと可能性が。はい。似て代わりですけど。はい。もうカンチーソーも苦しい部分であるんで。はい。時間かかってる間に。ソーズが両面に変わってドラ引き。
ここはリーチに行きます。メンタンピンドラスーチーソー、ドラマタギの街ではありますが、ビュンって音が、え、スーチーソー、これ、はい、あれすごい状況じゃないですか。ですか、表示に1と中田の手に1 そして北条の手に1で五山のスーチーソーとなりました。今ですもんね、スーソー来たの、はい、D1 時点六山、六山です、はい。引き算打法ってやつですか。引き算打法とは言わないけど、引き算打法あの見えてる枚数以外全部あるよっていうっていうような、そんなでもそんなスーチーソーですね。うわうわ、ドラそのもの、いやまだ高くなってた。いやいや、あ、すごい周りにいっぱい来る。でしかも東さんがこれいいシャンテンなんで、はい、東も戦えますか。はい、ダブナンですよね。あ、なんださあ、ダブナンドラ1の天敗はサブローピン、ちょっと早すぎて、はい、早いんです、展開も早い。これでもリーチ、はい、リーチ棒出てるから、いやでもいいピンか、2000点、いや、すま、いや1000点上がれば浮く、要はリーチ棒があってギャンマン3枚目でも今通ったスーマン、チーソーのツモ上がりとなりました。中田リーチツモ、タンヤオピンフドラ1はなんと4000オール。4000オールという言葉今日初めて申し上げたでしょうか。ここで出ました本手、中田のラリアットがまず一発決まりました。オーラス松間さんも当たりたかっただけに、はい、いやそうですね、3万点間際の小型を後ろに押しやる4000オールです。さあ難4局1本場、ドラは吐く、中田が連チャンとなりました。ソーズで一メンツ、なんちゃ東ピンズで一メンツのハイパイです。シャーチャ北条、ソーズ一メンツ、ドラ1、山脇はマンズやや多めですがちょっとつながりが弱い。あ、カンリアンピン、ちょっとカノさんのターンになってる。はい、中田のターン、北条は1700点浮いている。東がカーピンのポンから動いて、これはそう8の3色同行だ。そう、別にみんなね待ち構えてるわけじゃないんですけど、気づくの遅くないですか。ちょっとはい、私あのトップ争いに目を奪われて、あ、はい、8が5枚6枚あったことを。いいんですかそれで三色同行好きって言っといて、まああのはい、まあ、非公式のグループなんでね三色同行同好会は非公式のサークル活動ですから。一人ですか。一人、そうですね、山田博さんが、へーっておっしゃってたんでメンバーではないみたいですヒロさん巻き込まないでください。はい、巻き込んでしまうので名前出したくなかったんですがあ、来てますよ。あ、カンチーソーも入る。ただ補助さんもシャーのポンテンが効くいいシャンテンです、はい、まあ、ポンできたら3万の地、はい、切るでしょう。白は同行、同行ですが、パーソーがね、もう2人に使われてるんです。あら、見なかったことに。テンパイ取らずです。これ白短期ありますよ。はい、もう打点を見ています。白は私が使うのよと。あと、チートイッツもいけるぞ。チートイッツ。いやでもシャーポン捨てらんないですよね。いや、はい、この状況のシャーポンは。1700浮きのこの状況。はい、シャダ、さあ勝負です。北条、うんうん、ドラを切っていく。テンパイはイースーソー、サハクにポンの声をかける者はいない。あ、テンパイ、山脇が今ウーマン引きで、はい、本一一通のテンパイです。カンパーマン、カンパーマン、パーマンはここにあるイースーソーが強いですか。これはイースーソーになるでしょうか。言いそうだ。北条の上がり、シャー線は一本場で1300。さあこの上がりで2回戦が終了いたしました。トップから中田
そして2着に北条、3着東、4着山明の並びで2回戦が終了。